どうもだっす。今回ですけどもアマチュアアプリ紹介動画でございます去年とかね結構アプリ紹介やってきましたけど今年もやろうと思います、はい、で今日はですねまた無料やや無料の紙アプリ、はい、一部無料のそうだねいたしました。はい、はい、名前がこちらです。スマートゴルフナビ、はい、なんかスマートゴルフナビって名前聞いたことない。ショットナビじゃないそれ。あ、ショットナビか。で、もうね今ハーフずっと使ってきたんですけど、はいはいはい、まあね見た目画面の見た目はまあパッとねこんな感じで。特徴は何ですか。特徴はねあの矢印です。コンパス。そうコンパスが出る。これが一番面白いですね。うん、とそれが一番の売りなんじゃない。そうだね。だからなんかこうどこ打てばいいかわかんないときに。方向をこう矢印で表示してくれるっていうのがいいですね。はいはいはい、まあ、使う場面ってめったにないと思うんだけど、いや、あるでしょ。隣のホール行ったり、林の中行ったり、ね、崖から落ちたり。結構でもそこで携帯出すのって結構さ、時間かかっちゃうと思うんだけど。で、これのね、もう一個特徴がありまして、はい、あとアップローチ、はい、対応しております。はい、ですが、アップルウォッチを使う場合は月額200円じゃかかりますね、はいはい、それだけちょっと残念だけど、はい、アップルウォッチも無料だったらもうね、問答無用で神です、はいはいはい、でまあ、アップルウォッチは240円、アプリ自体はタダ、はい、これね、スコアも入れながらいけます、はいはい、ちょっとじゃあ、何ホール、2ホールやってみましょうかもっと悪いね、これきっと丸南12番ホール、はい、ここでやるというピッチングの一番難しいホールで、じゃあ画面収録、はい、それで、まあ、これがね左が OB 右が池、このなんか大きい円状のやつが出るから、まあ分かりやすい。グリーンはこっち方面のか、こっち方面がグリーンですね。まあそれはそうでしょう。右ドッグレッグだもん。結構曲がってる。こう見ると。うん。こっち色のが何か出てたんだけど、ちょっと。うん、でアプローチを見ると、なんか。はい。アプローチしてみますか。こんな感じ。見やすいんじゃない？うん。で、全体と近づいてきて、はいはい、あと単純にピンまで。はいはい。で、グリーンはね、なんかピン位置を、ダウンロードしてくれて。そう。これ早朝だからあれかもしれないな。ちょっと変わってる。昨日のピンポジかな、もしかしたら。昨日のピンポジ。それ結構でかいじゃん。ピンポジはいいかもね。うん、近づいていった時とかに、パッと見れば。ピンポジ対応してるコースは、まあ、ね。あんまないでしょ。このホールで撮る動画。できればこの崖下に入れて、奇跡的にあって、そうだね、グリーンの方向を示したアプリを使うっていう方向で行きたいですね、はい、いやいやいや、ここでホール難しいホールだよねうわー、左にキックした。大丈夫？完璧です。る左にキックした。ごっつり。あのフェードで左にキックって珍しいね。ではですね、セカンド地点。すげえ鳥がいるな。なんだあれ。恐竜。セカンド地点ね、今やってきました。そこで、このハーフも使ってきた時点で、結構問題だなと思ったのが、うん、ちょっとこのアップルウォッチの画面を見てください。はい。はい。もうね、今。待ち受けに戻ってます、はいはいはい、で普通だとアップルウォッチのアプリってこうこっち側の下ボタンを押すと、うん、今まで使ってたところにこう保存されててプッて、はいはい、iPhone でもなんかこういうのあるじゃん、はいはい、こういうの、はいはいはい、にあるんだけどここに入らずに完全に終了されてんの、はい、だから一回これ押してまたこのアプリを探さないといけない、そうこうやってやんなきゃいけない。これ、ね、スだとどうなの。スだとスだとあのもうもう起動しっぱなし、はいはいはい、でたまに戻る時もある、ねうん、たまに戻っちゃう時もあるけどそれって本当長時間使わない、うん、これ今1ホールで戻ったからね、うん、
これはねかなりだるい。はいはい、うん、そうだね、そこがちょっとマイナスポイントですね、うん、はい、まあ240円だからと思って見るのか、せっかくね課金するんだからね。であとじゃあこれそう、iPhone の精度にもよるんだけど、ちょっとね、合ってないかな。何ヤード？あの、方向がおかしい。マジ？見て、ほら。方向がおかしいでしょ。ほら。その赤が自分の方か。そう。じゃあ全然違うじゃん。そう。これは多分 iPhone のね、こういう。GPS とかその向きのあれのせいもあるのかもしれないけど、ちょっと多かった。だから林の中入って使えない。ちょっと怖いなそれ。でピン位置は、ピン位置は、あ、昨日の位置だからちょっと違うね。ピン位置更新されてないわ。いや更新されなければいいはずなんだけど。あ、そっかそっか、前日のままか。まだ、あ、違うわ、もう変わってるんだ多分。うん、でもまあこう、あのピン位置ダウンロードしますってなってたから、うん、多分ちゃんと北広は対応してる。はいはいはい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあレーザーで測らずにいきます。測った方がいいか。130ぐらいかな。はい、ウリワンに書いてです。どうぞ。V1 に変えてなくした。これバチが取ってよかんない。 V1 に変えてなくした。都合よく V1 に変えるから。V1 に変えてなくしたや。やばやば、 V1 これで5個目今日。うん、ちょっとなんか今近い感じがしたね、ボールに。近かった。うん、窮屈さを感じた。またこれちょっとアプリと別問題が。V1 がなくなっていくすごい勢いで。やば。バチが立ったと思うよ。都合よく。あ、練習なんだけどね。都合よく変えるから。お。うん、ナイス。やった最後。じゃあパーで。あ、パーじゃない。池入ってるからなんぼですか。池じゃなくてあれ OB じゃないですか。 OB か。あれどっちなんだろう。いや、白くに見えたのだよね。いや、じゃあ何ですか。 OB パーだからダボなんじゃない。ダボか。あー、厳しい戦いになってきたね。はい、じゃあ次のホールも行きますか。ちょっと違うとこまたもう一個行きますか。はい、はい、これ見て、ちょっとこれ見てほしい。はい、もうね、今パッと見たらこの解除って、この画面、うん、はい、省電力中解除ってあるんだけど、うん、多分このまましばらく放置するとさっきの現象が起きんじゃないかな。でこれで解除間に合えば元に戻ってこれる、はいはいはい、っていう感じなんじゃないかな。はいはい、ちょっとこれはマイナスポイントですか。うん、あがすくんだアプリ言いたいです。アプリレビューは、うん、結構俺いろんなの使ってるからさ、こううるさいよ。こううるさい方だと思うよ。アプリだけなんかでちゃんと調べてくるから、ね。使用感大事だから。そういうの大好きだよ。ああ。でも最終ホール来ました。南18番に来ました。ここ強烈なドッグレッグですね。アーメンコーナーですね。はい、で、また一つね文句言っていいですか。どうぞ。ホール送りありません。どういうこと。だからその12番のまま、さっき撮影したホールのまま。あ、そうなの。なんで。だからこの場所に来たら勝手にそのホールに変えてくれるっていう機能はない。ないんだ。自分で送るの。自分でやんなきゃいけない。こういう感じです。なるほどね。で安定のアップルウォッチは待ち受け画面。でね、これね、インとアウトもう自動でいかないんだよね。うんうんうん、例えばアウトインって行きますとか、インってアウトって行きますとかやっといたら、うん、9番ホール、10番ホールって行かないのよ。はいはい、だからそれを自分でピッてやんないと。じゃあインはイン、アウトアウトで。そう、自分でまたあの起動しないといけない。終了ってやってね。結構だるいんだよ。そう、これはね、
ゴルフな日、スも同じです。あ、スもそうなんだっけ。スもそうなの。だからその仕様はちょっとありけてないな。スワホール行った時にショット記録されてないっていうのが今までね、かなりの。マジで、はい、そこちょっと提言しようよ。そうだね、ちゃんとやれ。アマチュア代表でこれさ、ちょっと一応これ使って組み立てようよ。はい。なんかこの等身円とさ、この向いてる、普通はまっすぐ向いたらこう向いたらさ、うん、こっちになるわけでしょ本当は。そうだね。ピンの位置って赤いのがこっちに出るわけでしょ。出てないもんね。だって iPhone 向けたら意味ないじゃん。うん、あれでも俺自分の向きを言ってるからいいんだ。自分の向きが赤なんだよね。あ、じゃあ合ってるじゃん。でもこの黄色は何なん。あ、ティーグランドの方向か。真ん中ってことじゃない。あ、でこの辺向けて打つって感じだね。で250ヤード、うん、250ヤード打てばあのコーナー越えるからさ。なんでこうしたの。ちょっと押しないんだ。パッとできないんだ。パッと押して残り何歩とかできない。できない。それちょっとあれだね。クソ出ましたこれ押せるでしょ普通こういうアプリなら、ね、はい。クソだわこれ。クソアプリだわ。クソアプリ、クソアプリ認定いただきました。ちょっとね、アダス君今日ねボール10個以上なくしてちょっと気分が立ってますんで皆さんちょっとあしからず、あの V1 を何個なくしましたか。 V1 は5個、クロムソフトは6つ XS もなくしてます。やばいねそれ。拾ったボールも2個なくしてます人ダースなくなってんじゃん。イライラします。あ、これなくなる。出てないね。そうか。最後の最後の一球。これもこれなくしたら俺ボールないからこう。しかもね、アダス君きっちり綺麗にね三本線引いてきてるんだよね全部に。ソフトがもうなくなるよこれ。もったいねー。早朝代で2000円なのに。ボール代5000円ぐらいで。はい。いやーもうひどいショットだよ。あ、でもねこれ左サイドだから。いいかも。超えれるかも。いや、はい、あえて言おう、カスであるとってやつよボールだねうわナイス。おお、え、めっちゃいったぞこれ、うん、大丈夫。大丈夫でしょ、さすがに。奥のラフまで行ってるかも。いや、行かないよ。ほんと？うん。はい、どうですか。距離が出ないのがちょっと残念でね。巣だとここまで 何ヤードでしたとか出るもんね。いや、あれはね、やっぱりラフとか林打っちゃった時に大体この辺かなって探せるのよ、うん、いや、そうなんだよね。なくすじゃん、いい、俺たちがよく。そう、あれがいいんだよね、うん、これさ、今見てよ、うん、自分で18番にしたんだけど、うん、手はね13番ホールのまま。え、じゃあ別々なの。別々なのかい。だからこうホールとして17、18って。それだるいね。だるいわ。ちょっとあれだね、使えない。アダス君、アダス君的おすすめ度。これね、課金するのは無駄です、うん、課金したら本当バカらしい。でも課金しないと iPhone、 アプローチ使えないもんね。使えない。これはね、無料でこっち使うだけなら我慢できる。はいはい。金出してこれはね、カスです。はい。ちょっとイラついてますんで、あの、あんまりね、よろしくない言葉遣いになってますけど。言葉遣い悪くない。カス。お？なんか向かってるぞ、ね、はい。ってことで、はい、じゃあ最終、最終評価は、はい、おすすめ度100点満点で言っていい。うん、あれいつもなんか5段階評価じゃなかったっけ。5段階評価、星何歩とかじゃなかったっけ。星 1.5、はい、
無料版としては無料版としては星3、はいはいはい、星3課金すると 1.5 になると。そう、課金すると 1.5 に下がります、はい、まあやっぱりそうだね、使いにくい点の方が俺は今日言ってたんじゃないかな、まあ、気になっちゃったね。そう、まあいい点っていうのはもう無料っていうところだけ、あの iPhone で無料で使えるっていうところで、アプローチ使ったら240円、うん、でさらに、嫌な点が目立つということで、最終評価は 1.5 で、残念ながら。いやちょっともう少し開発頑張ってくださいと。そうだね、ちょっとこのレビューが開発者に届くといいなと思います、はい、まあ、ちょっと生意気だけどね、はい、まあでも利用者の意見ですから。そうだね、口コミと同じだから皆さん聞き流してください、はい、うん、確かに。では、はい、ありがとうございました。